それでは皆さん、こんばんは。北海道大学スラブユーラシア研究センターの岩下と申します。今日は、セミナー、第1回、実社会、競争セミナーということで、稚内からサハリンを語るということで、2人の稚内市の実務者の方に、ご参加といいますか、ご報告をいただくことになっています。この実社会競争セミナーというのは今日から始まるものですが、スラブユーラシア研究センターとしては、これまでも実社会対応ということで、多様なステークホルダー、民間の方々、それからビジネス関係、一般の市民の皆様、メディアの方などなどとですね、これまでいろいろとセミナー等を開催してきました。今回ですね、これを一つ実社会との共に作り上げるものとして位置づけて、定例的に開催する運びになりました。今日は1回目ということで、こちらも不慣れなところがありますが、最後までどうぞお楽しみください。で、今日はウェビナーを使っております。Zoom というのは慣れてる方もおられると思いますが、ウェビナーは基本的にですね、パネリストのみが、この画面上に出て話をするということです。で、皆さんの端末のですね、下の方に Q&A という部分があると思います。もしですね、ご報告等を聞いているときに質問等がございましたら、その Q&A を使って、書いて送ってください。時間やいろいろな都合がありますので、すべての質問等に答えることはできないかもしれませんが、後半ですね、私の方でその Q&A のいくつかを紹介させていただきながら、お二人のパネリストと掛け合いをしたいと思っています。それでは三谷さん、斉藤さん、ちょっと登壇をお願いします。はい、ありがとうございます。ご報告今日されるお二人です。稚内市からやってきてくださってます。本来、札幌に来ていただくという話がなかったわけでもないんですが、今、北海道はとてもコロナが大変でしてですね、例えば根室の会社の方も札幌に行くのは見合わせたいなどと続いておりまして、今日は完全オンラインで実施させていただくことになっています。最初の登壇者は、稚内市のサハリン事務所長であります三谷さん。もう一方は、稚内市教育委員会学芸員の斉藤さん。ということで、私たちは今までこの2人含めて、稚内とはいろんな仕事をしてきましたが、今日はですね、この2人から思う存分にサハリンを語っていただこうかと思っております。そしたら、どうぞ三谷さん、最初15分ほどお願いします。はい。皆さん、聞こえますか？大丈夫ですか？はい、わかりました。皆さん、こんにちは。私、北海道稚内市役所の三谷と申します。今日はオンラインセミナーですから、今、私からは視聴している皆様のお顔や姿は見えておりません。ですけれども、今回、傍聴すべくですね、申し込みされた方々、こちらのチャットにも出てきますし、後で名簿の一覧をいただくということになっておりますので、どのような方々が今、我々のセミナーをお聞きになっているのかについては大体分かっております。お忙しい最中、このようにですね、大勢の方々のご参加を賜ったこと、大変嬉しく思っております。それではですね、不慣れな状況ではありますけども、私からも発表をさせていただきます。はい、よろしいですか。はい。私はですね、昨年の5月、稚内市の人事異動によりまして、5代目の稚内市サハリン事務所長を拝命いたしまして、2019年の7月から現地サハリン州のユジノサハリンスク市へ着任しております。私のロシア滞在のビザなんですけども、
90日以内と決まっているものですから、おおむね3ヶ月ごとにですね、サハリンと稚内を行き来する生活を送ってきたんですけれども、今年の3月上旬に一時帰国して以来、サハリンへ戻ることができないまま現在に至っております。日露交流地域交流年の今年はですね、特に本来であれば日露の国籍や地域を問わず数多くの方々とお会いしまして、友好都市交流の推進ですとか日露ビジネスのサポートなどもより積極的に関与していくことができたはずでした。今このセミナーをお聞きしている皆様ともですね、あるいは北海道で、あるいはサハリンで直接お会いして、さまざまな情報交換を行っていたと思います。サハリンに今いらっしゃる方々ですとか、私同様本来の勤務地であるロシアへ渡航できず、やむを得ず日本の地元にいらっしゃる方々などへ、オンラインという形でありますけれども、こうしてご挨拶させていただく機会を与えてくださいました主催者である北海道大学スラブユーラシア研究センター様にはですね、この場を借りて改めて感謝申し上げます。そして私事でありますけれども、私が北海道大学の学生だった25年以上前、当時のスラブ研究センターでいくつかの講座をですね、受講していたことがあるもんですから、当時のことを思い返すと、こうして今同センターの皆様とご一緒にお仕事をさせていただくようになったことにですね、時の流れがとても早く感じるところです。それでは本題に移らせていただきます。今回何をテーマにですねお話しさせていただくべきか非常に迷ったんですけれども、よくある皆さんご承知のような通り一遍な稚内市とサハリンの交流の概要などをお話しするよりも、このようなコロナ禍の状況下で、私の直接経験したこと、そして、厳しい現状に根ざした課題について、率直にお話しすることがより有益と判断したところです。その上でですね、稚内市がサハリンと交流を進めることの意義ですとか、この海峡地域が描く将来図、同じように稚内、日本の国境ボーダー地域との共通項などについても参加者の皆様と意見交換することができればと思います。先ほどですね、私は3月上旬に一時帰国したとお話ししました。時系列をより具体的に申しますと、新型コロナウイルス感染症への対策として鈴木知事が北海道独自の緊急事態宣言を発したのが2月28日金曜日のことでした。そのニュースがサハリンのテレビなどでも報道される中ですね、翌日の土曜日29日ですけれども、私はユジノ市内の公園などに出向いて週末の休みを楽しんでおりました。当時サハリンではまだ感染者も出ておりませんでしたので、皆この日常がずっと続くものと当時は考えていたと思います。その中、サハリン州政府が新千歳とユジノ間のオーロラ航空定期便の運航停止を求めまして、ロシア連邦政府に働きかける意向を表明したという緊急情報を得たのはその日の夜のことでした。その後数日間はですね、情報が非常に錯綜しておりましたけれども、在ユジノサハリンスク日本国総領事館の皆様方のサポートなどによりまして、ロシア当局による特に北海道民に対する検疫体制の強化などの措置の内容を詳しく知ることができました。結局私が当初の予定通り一時帰国したのが3月4日ですね。その3日後の3月7日から新千歳と湯治野間の定期便は運休しておりまして、今現在に至っております。ご承知の通り、その後新型コロナの蔓延が全世界的なものとになっていく過程の中で、日露間の交通はもとより諸外国との人の往来そのものが途絶えることになります。日露間に限って言えば、今月に入りましてロシアの査証手続きの再開とともにですね、成田とモスクワ、あるいはウラジオストクとの間では一部航空路線の再開が見られる状況ですけれども、今に至ってもなお新千歳空港、そして有事の小本保空港との間の定期便は運休のままという現状となっております。そのような中ですね、私が思うのは、我々が行ってきたロシア・サハリンとの交流は実は非常に脆弱な基盤の上に成り立っているのではないかということです。それは日露間のですね、のみの特殊事情というわけではなくて、諸外国との交流全般に当てはまることで、
その最前線で友好都市交流になっている日本各地の国境自治体がですね、多かれ少なかれ感じていることではないかと思っております。ここで改めて振り返りますと、稚内市はネビリスク、コルサコフ、ユジノサハリンスクというサハリン州内の3つの都市と友好都市提携している日本で唯一の自治体です。第二次世界大戦が終了するまでのサハリンがカラフトと呼ばれていた時代ありますけれども、その北緯50度から南が日本領だった時期があります。その頃この3都市はそれぞれ本島、大泊、豊原という名称を持つ、日本の自治体でした。そして、稚内と本島、稚内と大泊の間には戦前から定期航路が存在しておりまして、普段から人や物資の往来が盛んでした。豊原には当時樺太町が置かれておりまして、樺太における政治経済文化の中心都市として、機能しておりました。ですからこれら3つの都市とは何かあるきっかけがあって仲良くなったですとか、ことさらにですね、特別な理由を設けて友好都市になったとか、そういうことではなくて、もともと稚内市と歴史的につながりの深い、存在だったということです。そういう意味ではですね、友好都市提携を行っていない方が不思議ですね。地政学的に申し上げても海峡を挟んで一体的な役割を果たす地域と言えるのではないでしょうか。少し話それますけれども、戦後ソ連邦の時代には稚内とサハリンの間に航路は存在しておりませんでした。それが90年代に入りまして、ペレストロッカーからソ連の崩壊、ロシア連邦の成立に至る流れの中でですね、1997年になりますけれども、稚内コルサコフ間の定期航路が開設されています。戦前の歴史を考えるとむしろ再開という言い方の方が適切だったかもしれません。運航会社や船舶の変遷を得つつですね、それから20年以上継続されていた定期航路なんですけれども、その後さらに紆余曲折がありまして、現在この航路は昨年から運休という状態となっております。これらは結局旅客貨物ともに民間航路として継続的な収益を上げていくだけの事情を得ることが難しかったという事情が大きいのは確かですけれども、国内航路とは異なりまして、二国間の政治経済情勢の変動という変数に左右される部分が非常に大きくてですね、なかなか一自治体一地域の主体的努力ではどうにもならない事情があったという面も否定できないと思っております。各市とのですね、交流の経過について少し触れていきます。ネビリスクとは最も古く、まだソ連時代の1972年、ネビリスクにおきまして友好都市の調印を行っております。当時の、ソ連共産党の中央委員会ですと、ブレジネフ書記長の、時代だったですよね。そのような時代にわずか135トンの小型の船舶に乗り込みまして、稚内港から関係者とともにネビリスクへ向かいました。当時の浜森達夫稚内市長の決断はですね、いかほどのものだったかと王子が忍ばれるところです。コルソコフとはですね、1991年に友好都市となっております。稚内港とは戦前戦中まで定期航路で結ばれた間柄ですので、ソ連時代からお互いを密かに意識し合う関係だったというふうに聞いております。ただコルサコフ港は当時ですね、軍港として一般には閉ざされておりましたので、交流を再開するにはソ連が崩壊する1990年代まで待たなければならなかったという事情があります。このような経緯の中でですね、樺太時代からの中心都市であって現在もサハリン州の州都であるユジノサハリンスク市とも2001年、友好都市提携に至ったというのは自然な流れだったのではないかと思います。以上がですね、サハリンの友好都市、各市との交流に至る経緯となっております。本当は各市との交流の概要についてもいろいろと触れたいところではあるんですけれども、時間の制約上、残念ながら今日は割愛させていただきたいと思います。稚内市はですね、日本の市町村で唯一サハリンに事務所を開設しておりまして、職員を常駐させております。現在
行けていないという状況ですけれども、その強みを生かしまして、独自のネットワークをと人脈を駆使した実に幅広い交流を今までは行ってきております。これはですね、他のどのような自治体にも負けないほどの知識と経験があるものと私も自負しているところです。そのような稚内ではありますけれども、決して順風満帆とは言えないというのが現状です。ここで私が思うのはですね、サハリンとの交流で稚内市が積み上げてきた実績はですね、コロナ禍以前の近年、日本各地で話題となっていた諸外国との交流におけるいくつかの話題、トピックを先取りしていた面があるのではないかということです。資料の方もご覧いただきたいと思いますけれども、稚内はですね、非常に古くから特にサハリンとの間でですね、1990年代から技術協力ですとか資本提携、共同事業に向けた協議などを行ってきましたけれども、こういった協議はですね、日本領北方四島との共同経済活動というものが近年話題になりましたけれども、その共同経済活動の動きにですね、類似しているものがあるというふうに感じております。あるいはですね、2000年代初頭、同じく稚内市がサハリンで行ってきたビジネスマッチングですとかトレードフェアといった取り組みがありますけれども、そういったものもですね、ここ数年サハリンで開催されている東北物産展、北海道主催ですとか東北市が主催になりますけれども、東北物産展や北海道フェア、そういった催事のですね、先駆けとしての役割を果たしたのではないかというふうに感じております。そしてもう一点なんですけれども、2000年代の半ばはですね、サハリンプロジェクトの関連事業によります景気の拡大が最盛期を迎えた頃の稚内では、ロシア人船員が大勢稚内港に上陸しまして、その年間上陸総数は当時の稚内の人口5万人を上回るほどでした。彼らにある日本製品の大量買い付けは凄まじいものがありまして、街中で見かけるのは日本人よりもロシア人の方が多いというような状況でした。これもですね、近年日本各地で見られた主に中国人ですとか韓国人、特にアジア方面からの爆買いインバウンドといったですね、動きと非常に強い類似性を感じているところです。サハリンとの交流に関しまして、稚内はあらゆることは一通りすでに経験済みの街であるということがですね、私は言えると思います。これは市内で過去さまざまな事業を行った事業者の皆様もですね、感じているところかと思います。稚内におけるサハリン交流の現状はですね、現在サハリンとの交流に取り組んでいるいろんな地域ありますけれども、そういった地域と比較した場合に周回遅れに見える先頭ランナーという言い方がふさわしいのではないかと考えております。陸上競技場でですね、同じトラックを何周もぐるぐると回るうちに、同走するランナーたちの一番背後についた状態の先頭ランナーっていうですね、図をイメージしていただきたいと思うんですけれども、現状の見た目の印象では最後尾についておりますけれども、その経験値はトップ、というのはですね、稚内市というのが私の持論です。つまりですね、稚内市が経験してきたようなことは今後ですね、国内の他の地域でも起こりうるということですよね。例えばその共同経済活動ですとか爆買いインバウンドといったかつては地方の成功事例としてさまざま取り上げられましたこれらの実例ですけれども、ちょっとした弾みでですね、霞のように消えてなくなる可能性もあるということはですね、皆さんすでに感じられているかもしれませんけれども、我々は肝に銘じておかなければならないことであるというふうに自治体職員である私、そして事務所を預かる身としては強く思っております。先ほどですね、脆弱な基盤、という言葉を私使いました。それをですね、端的に言い換えますと、不確定要因としての国際情勢、ということです。例を挙げて恐縮ですけれども、与那国ですとか対馬、境港、
といった自治体、これらではですね、近隣の台湾ですとか韓国、ロシアとの人的経済的交流の拡大に向けまして、さまざま先進的な取り組みを行いまして、定期航路の運航によるですね、人の往来ですとか経済的結びつきの強化を目指しているものと伺っております。ただですね、国境と直接面するこれらの地域で抱える課題はですね、今パワーポイントに出しておりますけれども、地域の主体的な努力のみではどうにもならないものがどうしても出てくるのではないでしょうか。いろいろな地域の実例ございます。あれほど盛んだった九州と韓国を結ぶ旅客船が停止してですね、境港と韓国ウラジオストクを結ぶ定期航路も撤退という情報を報道を聞きしますと、稚内市がサハリンとの交流を進める、上でですね、私が感じるジレンマは、他の国境自治体が抱えるものと同じ種類のものでありまして、いわば構造的にですね、同じ課題を抱えているのではないかというのが私の推論となっております。ですからこのようなオンラインセミナーでですね、全国各地の地域を結んでそれぞれの課題を共有することで、連携した取り組みを模索するというのが今こそ求められていると強く思います。それでは今後ですね、稚内やサハリンやロシアに対してどのように向き合うべきかについてなんですけれども、それについてはですね、この後岩下先生をはじめ斉藤学芸員との対話の中、あるいはセミナーにご参加の皆様からのご意見やご質問もお聞きする中で、私自身ですね、思考を深めていきたいというふうに考えております。やはりポイントになってくるのはサハリンの先に何を見るかということにあると思います。極東沿海地方ですとかシベリア、さらにその先のヨーロッパまでを、自らの思考範囲を置くというのが非常に重要だというふうに感じております。日本人が考えるサハリンと、サハリンに住むロシア人が見ている世界にはまだまだ相互違いがあるというふうに感じております。ロシア大陸ですとかロシア的思考の偉大さについても、私自身ですね、まだまだ日々勉強中の身であるという状況です。どちらにしろですね、稚内市の持つ将来性はこの海峡の二面するという他の地域とは決定的に異なる独自性にあることは間違いないと思っております。それはですね、今後100年前も100年経った後も変わらないものですので、以上をもちましてですね、まず簡単ざっぱくではございますけれども、一旦私の話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。三谷さん、どうもコンパクトにまとめていただいてありがとうございます。ですね、もうだいぶ前なんですけど、NHK の朝一ってありますよね、あれをたまたま冒頭見てたら、今のメンバーじゃなくてその前の宇藤さんとかいた頃なんですけどね、いきなり稚内のサハリン化っていうのがドーンと出て全国中継で、当時の課長の名刺でサハリン化ってのがガンと出たんですよね。この全国でもこういう外国の地域の名前がついた顔を持ってる自治体なんてないと思いますよね。で、しかもこれが産業建設部にあるんですよね。そうですね、観光とかじゃなくて。この辺りのサハリン化ってのができた経緯、なんでそれから産業建設部にあるのか、でどういうことをやってるのかっていうのをちょっとご紹介いただけません？はい、そうですね、サハリン、そうですね、サハリン化というですね、その国際交流ではなくて、その地域名がもろに出てる加盟というのも自治体、全国の自治体ではまれじゃないかと思うんですけれども、今はですね、建設産業部のサハリン化ということで、そういった部署に所属しております。もともとですね、経済関係といいますか、やっぱり2000年代初頭になると思うんですけれども、ソ連邦がロシアにですね、名は変わりまして、さまざまその混沌とした時期がありましたけれども、稚内ですね、経済交流、そしてビジネス関連ということで、大勢ですね、渡航している方っていうのがいらっしゃったんですよね。やはりその中でですね、まだロシアの状況もですね、なかなか経済的にも厳しい状態でしたり、治安も悪いという時期もあった中でですね、さまざまなトラブルですとか、そういったことに巻き込まれるような事例もあったというふうに聞いております。その中でですね、やはり、サハリンに滞在する稚内市民、事業者の保護、支援というものがですね、まずサハリン事務所の開設の主目的ということもありましたので、そことリンクする形でサハリン化というものが過去できたというふうに私は記憶しております。
どうですか、サハリンから戻ってきて、サハリンに戻れない状況ですけど、なんか戻れそうですか？いや、11月からですね、まずはその日露間の定期便の再開という状況はできましたので、まずは良かったと思っています。そしてですね、さまざまな報道でも、サハリン側での そのコロナの状況といったものもある中でですね、まあ、いつ渡航するかっていうのは、サハリンの状態、そして稚内市のですね、現状を踏まえた上で、まあ、判断していくものではありますけれども、だんだん私の渡航する時期も近づいていると思いますしですね、まあ、事務所を預かる身としてはですね、やはり早く現地に行きたいというのが正直な気持ちです。事務所を預かる身としては早く行きたいんですけど、はい、個人的には早く行って動くのみたい。ええ、そうですね。まあ、個人的なことにもなりますけども、やはりいろいろですね、私の住居ですとか、そういったものも気になりますしね、やはりさまざま向こうでの動きがあっても事務所ということですので、まあ、こっちにいる中ではなかなかですね、悶々とした日々を過ごっていますし、とするとお聞きしている中、皆さんの中にもですね、同じような立場の方がいらっしゃるのではないかというふうに思っております。はい、ありがとうございました。やっぱり事務所長は現地にいてこそなんぼのもんですので、早く戻れることをお祈りしております。ありがとうございます。それではですね、次は斉藤学芸員なんですが、斉藤さんとは、まあ、三谷さんほど古いお付き合いじゃないんですが、特に我々が仕掛けているボーダーツーリズムなどで、やっぱり博物館っていうのは欠かせない存在で、いつもお世話になっています。まあ、学芸員というのは地域の宝で、本当にありがたいと思います。ついでに言いますと、うちの博物館、北大の博物館には国境標石のレプリカというのを作っているんですが、そのうち2つ持ってまして、そのうちの1つをですね、稚内の方にお貸しして、まあ、斉藤さんがいろいろと演出をしてくださってるっていうことだと思います。じゃあ斉藤さんお願いします。それから皆さん、Q&A どうぞ、三谷さんへの今の報告の質問等あったら遠慮なく寄せてください。それから斉藤さんが報告されてる間でもお受けしますんで、2人の報告が終わったら Q&A を皆さんパネリストに投げかけたいと思ってますんで、どうぞどしどしというあまり来すぎても困りますがお寄せください。じゃあ斉藤さんお願いします。はい、お願いいたします。声の方聞こえてますか？大丈夫ですか？はい。今ご紹介いただきました、稚内市教育委員会で学芸員の仕事をしている斉藤と申します。本日はこのような機会を与えていただきました、北海道大学スラブユーラシア研究センターの皆様、そしてオンラインにて今回のセミナーに参加していただいている皆様に改めて感謝申し上げます。じゃあちょっと発表の方に移らせていただきます。はい。で、私は今岩下先生からご紹介いただいた通り、稚内市教育委員会で学芸員として現在活動しています。で、今日も市役所の4階からお話しさせていただいてるんですけども、普段はいつも、この建物の中で、勤務していまして、必要に応じてさっき先生からご説明あった通り、ボーダーツーリズムで皆さんいらっしゃったとか、あと市内の小学生とか中学生とか資料館博物館に見学に来たりとか、そういう時に資料の展示整理活動も含めて博物館の方で活動しています。また市役所拠点にして文化財の調査などもしているところです。で、本日テーマ、セミナーのテーマ、今スライドにも出ている通り、稚内からサハリンを語るということで、さっき三谷所長の方からも話ありましたが、稚内は宗谷海峡に面していて、我々はいつも、サハリンの島影を日々眺めながら暮らしているような状況です。で、この地には古代、昔から現代に至るまで海峡を隔てた、いわば国境の町としての歴史が脈々とあるんじゃないかなというふうに感じているところです。で、まあ、先ほど三谷所長は実際にサハリンの方に所長として、まあ、今は説明にあった通りコロナ禍の状況のもと、同じ市役所の中で勤務されていますが、基本的にはサハリンの方から見た、なかなか、日本人では持ち得ない感覚でいろいろ
重な話さっきされていましたけど、私は稚内から見てサハリ、そして過去の、カラフトという時代も通して歴史的にどういうふうな関係で今の稚内があるのかっていうののちょっと概略的なことをお話しできればなというふうに感じております。で、用紙としては宗谷海峡を挟んだ稚内とサハリンということで、ちょっとおさらいというのか、地図を見ながらどこら辺にいるのかっていうこと、あと先ほどお話に出た稚内とカラフトのつながりという、カラフトが日本領だった時代のちょっとお話の、つまんだ話をさせていただきたい。で、先ほど岩下先生からもあった稚内におけるボーダーツーリズムの展開の状況、そして今後の取り組みについてちょっと限られた時間ですがお話しできればというふうに考えております。で、今ちょっと皆さんあまり見たことのない地図というのが、普通は北海道と本州、沖縄、九州、四国が入っている地図を普段我々見てますけども、ちょっと、カラフト、昔でいうカラフト、サハリンの、地図が、北側にあり、南側には、宗谷海峡を隔てて北海道がある地図を、ご用意させていただきました。で、北海道の一番上に、皆さんご存知のとおり稚内がありまして、その西側に利尻島、礼文島という島が、2つの島があります。稚内はその中継地点でもあるので、礼文、利尻に行くお客さんの通過点でもあります。で、稚内の南側には、宗谷岬を経てクリリオン岬というちょっと字が小さくて恐縮ですけどもあって、その、宗谷岬とクリリオン岬の間が約43キロ、よくマラソンの距離とも比較されますけども、だいたい、すっごい速い人が直線で海を仮に渡れるとしたら、2時間ちょっとで行けるぐらいの距離に、島があり、我々は稚内に住んでいる人たちはそれを見ながら生活しているような状況があるということが言えると思います。で、そのクリリオン岬という、サハリンの一番南側の、岬のちょっと上の、昔でいうところのアニワ湾という湾があるんですけども、ところにコルサコフ、サハリン州のコルサコフという町があります。で、カッコ付けで、大泊まりっていうふうに読むんですけども、昔カラフト領だった時代には大泊まりという町が、の名前で呼ばれていました。で、その宗谷岬の下のところ、稚内、宗谷岬よりちょっと、西側にある、方にあるんですけども、そこからコルサコフという、町まで、フェリーだと、スライドの上の方に2行目ぐらいに書いてるんですけども、稚内市とコルサコフ市は海路で159キロ、湾がありますので、約60キロぐらいと。で、船の速さにもよるんですけど、だいたい5時間前後、速い船だと4時間半ぐらい。普通のちょっと大きい船舶だと5時間半ぐらいというふうに捉えています。で、ちなみに北海道非常に広い、エリアがありまして、北海道内で稚内市に近い市というと内陸に、旭川と、稚内の中間に、名前の名と寄るという字を書いて名寄という、市があります。名寄市まで167キロ、これ数字と時間は、Google マップの方から引用させていただいたんですけども、名寄まで167キロ、3時間かかんないぐらいで着きますよと。で、その下のところに留萌市っていうふうにお書きしてるんですけど、留萌市まで180キロというふうに、近い町でも、167キロとか180キロぐらいあって、有名な、北海道の2番目の都市である旭川市はだいたい244キロで、一番大きい札幌市までは328キロ、5時間ぐらいかかると。ということで、市、あくまで市、シティの話ですけども、市の、管轄の距離で行くと、内陸の名寄、一番近い名寄市よりも、実は直線距離ですけど、コロサコフは海路で159キロということで、実は近い、距離だけ見れば近い。で、よく先生も、岩下先生もいらっしゃるとき、よく JR ご利用されていると思うんですけども、JR の特急に乗っても5時間ちょっとかかるので、時間軸で見ると、稚内とコルサコフ、稚内からコルサコフ、もしくは稚内から札幌への移動時間っていうのはそんなに変わらないというようなことが極端な話かも言えるかもと思います。
ちなみにサハリンの大きさは、世界で22番目に大きな島って言われていて、北海道はそれよりもちょっと大きい島ですので、ほぼほぼ面積的に言うと、同じぐらいの面積をしている島ということが言えると思います。で、ちょっと、その稚内とコルスカ北の間をちょっと拡大した地図になりますけども、先ほどお話した通り159キロという距離で、で、真ん中に宗谷（かっこラペルーズ海峡）と書かれてますけども、以前ハートランドフェリーという会社が運航していた時代は、ちょうど気の利いたサービスで、国境通過証明書というのも出していただいて、私も1枚2015年に乗った時に、発行していただいた、私が実際にいただいたものです。2015年当初はアインス・ソーヤっていう風な大きい比較的大きい船が、夏の間だけですけども、毎日運航されていたような状況になっています。でちょっとここから昔の話というのか戦前の話を少しだけさせていただきます。稚内と樺太のつながりということで、先ほどお話しした今、コルサコフっていう町ですけども、もともとは大泊という、日本名で町でしたので、稚内の和という字と、大泊泊という字を合わせて、日本人こういうふうに、列車とか、例えば青函トンネル、青函連絡船とかでもそういうふうに、二つの町をつなげて呼ぶことが好きというのか、よく使われる手法だと思うんですけども、稚内の和を地、大泊泊を泊と書いて、地泊コールと、いうふうに呼んでいます。で、稚内とコルサコフ、大泊は旧コル、実は、大正時代から、つながっていました。1923年、大正12年に、北海道と稚内の、稚内と樺太の大泊を結ぶチャープ航路が、開設されます。ですので、大雑把に言うと、約100年前からこの航路は始まったし、その一つ拠点として稚内港北防波堤ドームというものが稚内市内の中にはありまして、そこを起点にして、一時代には、桟橋駅という駅があり、そういうふうに、活発に、つながりがあったことが言えると思います。で、先ほどボーダーツーリズムの話していただいたんですけども、その中でもよく寄っていただいたりしているのが、下にある樺太記念館っていう、これは比較的新しい施設で、2019年に開設したんですけども、商業施設の2階で、オープンしています。また、図書館では、樺太の関係の書籍とか、いろいろな、ことで、歴史的なことを、こういうところで収蔵したり、開花して、会場して、市民の方々、観光で来られる方に見ていただいているような形になります。で、過去におけるちょっとボーダーツーリズムのことですけども、5年前ぐらいに、ちょうど私が先ほど、国境通過証明書のちょっとお話しさせていただいたんですけども、サハリンの国境観光モニターツアーということで、6月の一番、東北、北海道の北側のところ、またサハリンを含めて多分1年の中でも一番いい季節じゃないかなと思うんですけども、6月15日から19日の間、実施して、で、先ほどお話した、まだその時は樺太記念館をオープンしてなかったんですけども、他の、左側にある、会期100年記念塔というところにある北方記念館とか、ご視察いただいたり、先ほどちょっと古い写真の中で出てきた、これは現在の北防波堤ドームの、ギリシャ彫刻、ギリシャ建設物みたいなような、柱のある、こちらの方の、建造物を見ていただいたり、宗谷岬に行っていただいたりと、教会地域ならではの、資料館、またもしくは、建造物、モニュメントなどをご視察いただきました。また昨年、こちら記憶がまだ新しいですけども、2019年の9月には、レブンのセミナー、また国境を越えないボーダーツーリズムとして、この時には、皆様方、サハリンには渡られなかったんですけども、近隣のレブン、リシリ、またサルフツ、また稚内を、まず稚内を拠点として、いろいろご覧になっていただいて、いろいろな形でボーダーツーリズムを、実施していただき、また、及ばずながらちょっとご協力させていただいている次第であります。で、こちらが、サハリンに行った時の、博物館の中の拠点となるのは、ユジノにある、サハリン市有立共同博物館です。で、
こちらの建物と実は先ほど申し上げた樺太町のもともとは日本の樺太町立博物館で左下の写真がもともとの写真でそれをリニューアルして使っていて、また右下にある国境標石、昔はその北緯50度に国境がサハリンの真ん中のところにあったんですけど、その実物とかもこちらの博物館の方で展示されています。これ2015年に、朝日新聞の種立さんっていう、記者さんが、サハリン の、 その、ボーダーツーリングにご参加されて、その後朝日新聞の夕刊になってもちょっと引用させていただいたんですけども、このように、稚内を経由して、2015年ボーダーツーリングに行って、その右側のところにはその国境標石が、もう撤去というのかな、取られて、その下の台座をみんなで見ている様子が、右側の方に写真があります。日本にもあった陸の教会というふうに書かれています。また一方で左側の写真というのは国境標石のところに、可愛らしい子どもたちが写真をスナップ写ってますけども、これは実は最近の写真ではなくて戦前の国境観光の写真です。実は先ほどお話した通り、約100年前から樺太と稚内航路が結ばれていて、そういうのを利用されて国緯50度という実際に日本人が、見ることの行くことのできる唯一の国境、陸の国境ということで、ここも人気の観光地だったということが、戦前の状況からも見えますし、また現在もボーダーツーリズムの中で一つ欠かせない場所の一つ、場所ということが言えるんじゃないかなというふうに思います。またボーダーツーリズムに関する市民講座、昨年も市民講座岩田先生に樺太記念館に来ていただき、お話しさせていただきながら、またジェブソンとかの活動の中でも、活躍されている斉藤正義さんという、地域の稚内の写真家さんとか、あと渡辺邦人さんという三谷さんの先代の主張さんとかトークセッションとかでいろいろな活動もご協力いただいています。左下が先ほどお話しいただいた北海道大学からお借りしている、1号標石です。こちらの方もこのような形で展示させていただいているところです。でちょっと、次サハリンとの交流ということで、先ほど三谷所長からもお話があったので多くは割愛させていただきますが、稚内には左側の方にネベリツク通りというような名前で、モニュメントというかがあり、通りの名前としてもあり、またサハリン州ネベリツクには、中央の、写真、稚内の方の紋章が入ってマークが入り、また裏面にはネベリスクの、紋章が入って稚内通りという通りがあります。で右側の写真がこれネベリスクの博物館で私撮らせていただいたんですけども、先ほどお話した当時の浜森さんという市長さんが調印する時の写真までちゃんとネベリスクでは、展示の中の一つとして組み込まれていて、稚内とネベリスクの関係の深さを、実際にネベリスクに行って感じたところです。でこれが実際のネベリスクの博物館の写真で、左側下の写真は、この博物館がオープンするときに、当時の、博物館の前で稚内の市長とネベリスクの市長さんが、稚内の工藤市長から送られた刀を持っている写真です。このような資料とかもこの博物館の中には収蔵されていて、とても丁寧に大事に扱われて、稚内との関係というのを非常に大事にしているんだなというのを私自身現地に行って感じているところです。また、宗谷館内においてもいろいろな博物館の中で連携事業というのを行っていて、いろいろなこの教会地域におけるいろいろな共通項とかいろいろなものを連携しながら魅力とかそういうのを探り、また巡回展などを行い情報等を共有しているところです。で、最後になりますけども、今後の取り組みとして、先ほどからお話しさせていただいた通り、稚内は日本では数少ない国境に接している、国境の町ならではの歴史や文化があるということが言えると思います。
また、カラフト時代の記憶、資料や記憶を整理継承するともに、三谷所長の方からお話したがあったように現在とのサハリンとの交流を深めるとともに、また宗谷管内の、博物館を中心として自治体との連携を深めていることが大事じゃないかなというふうに感じております。また北海道大学の、とか先生方の、いや地域とそのような連携を深めながら、地域のこういう教会地域特有の、魅力、またボーダーツーリズムを通していろいろなことを、皆様方に発信していければなというふうに感じています。ちょっと雑白ですけども、発表の方をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。とてもサハリンと稚内の歴史、それから今の試みが、伝わってくる報告でした。いくつかQ&A で質問が来てますので、まずそれに簡単に、お答えいただければと思います。まず三谷さん、一つ目です。なるほどっていう質問なんですが、今まあフェリー船が止まっている、まあ COVID コロナもあると、そういう状況なんですけど、サハリンの人々ってもうサハリンもかなり豊かになったと思いますけど、今でも機会があれば本当に稚内に来て買い物したいと思っているんでしょうか。はい、いかがですか。はい、そうですね、航路を利用して稚内に来るロシア人っていうのは、またその何でしょう、稚内の方がサハリンに行く場合とまた目的が全然違うんですよね。で、例えば稚内側からサハリンに行く方 のメインの客層っていうのは、例えば何でしょう、以前ですね、親ですとか祖父母の世代がサハリンに住んでいたとかですね、いうことで例えば行きたいという方、まあ、が多いんですけども、逆にその何でしょう、サハリンから稚内を目的地にですね、例えばその札幌が目的地とか東京ではなくて稚内に滞在したいという方はですね、もう単純にもゆっくりしたいということなんですよね。なかなか向こうもその今忙しい社会ですから、ビジネス社会なんで、とりあえず1週間ぐらい温泉に行ってゆっくりしたいなという形で、本当に気軽に来ますよね。まあ、気のみ気のままとまでは行きませんけども、日本人からするともう本当に簡単な荷物で持ってきて、あとはですね、また荷物を買って帰るということで、非常にゆっくりするリラックスする地域として稚内を捉えてたということになっておりますので、まあ、それはですね、需要自体はあると思ってますので、もし航路があれば同じような形で来られる方というのはですね、ある一定層はいるというふうに考えております。なるほど、よく分かりました。まあ、ロシアというのはなかなか人間関係厳しいところがあります。ましてやサハリンは島ですからね。まあ、そういう、こうね、重たいというか息苦しいとまでは言いませんけど、外国に行ってリラックスしたいっていうのは、なるほど、いい温泉もありますしね。その通りか。なるほど、分かりました。で、問題はその船なんですけど、はい、まあ、フェリーがなくなって、まあ、新しく導入した総統船も去年からダメで、まあ、コロナの話は後で、聞きますけど、そうすると船がなくなった後っていうのは人の移動は基本的に空路だと思うんですが、千歳経由で稚内に来るっていうようなことってどのぐらいあるのかっていうのが一つ目。二つ目はですね、物はどうなってるのか。で、特にコロナで今は空路も止まってますけど、最近なんかニュースで見ると、三谷さんもなんか北海道新聞出てたように思いますが、物を動かそうとしてるってことはされてますよね。その辺の話、まあ、ビジネス関係も含めてちょっと一言いただけますか。そうですね、非常にいい質問、皆さんお聞きしたい、まあ、質問ということになると思うんですけども、まずですね、新千歳経由で稚内に来るロシア人というのはですね、これは本当にビジネス上必要な方とかいう以外では旅行という意味ではほとんどいません。それでですね、現在の旅行のスタイルなんですけれども、船がなくなって、まあ、航空機ということになりますけれども、基本的にはこの流れは、ではですね、ロシア側、日本側のビザの簡素化、そして旅行全体のですね、団体旅行から個人旅行っていうですね、この世界的な流れとリンクしているというふうに思います。かつてはですね、飛行機、北海道と何でしょう、サハリンの間の航空便は週2便という時代が長く続いてですね、まあ、両地域の移動については船がメインという時代がありました。その場合は
やはり団体ツアーということですね、旅行を代理店を介した団体ツアーというものがメインでですね、あったんですけども、それがですね、また時代も変わりまして、多少の簡素化という中で、個人が自分で旅行に行くスタイルになっていくというのと、機を一にして船からですね、飛行機の流れという形が進んでいるというふうなことは強く感じております。そして貨物についてなんですけれども、私、今、定期航路の運休という話は言いますけれども、実はその定期航路というものをですね、旅客と貨物の別に分けて考えた場合は、貨物の航路というものは今現在も動いております。小樽は別にしましても、稚内もですね、コルサゴフとの間で、年間で5便程度、チャーター便ではありますけれども、動かしておりますのでですね、それを使って一定程度のものは動かすと、特に食品の輸送というのについてはですね、やはりリードタイムが短いという利点がありますので、今後のですね、可能性という意味でも、いろいろと、努力次第で可能性は出てくるのかなというふうに思っております。はい、船の話が出まして、これちょっと稚内どこまで関係するかわからないんですが、稚内として北極海航路の誘致とかそういうことっていうのは少しは考えてられます、はい、そうですね、それは例えばそのカムチャツカとかとかでも同じ考えなんですけども、北極海航路の利用という意味で言えばですね、航路そのものよりもやはり船舶がその来るルート、後ろに岩下先生の後ろに地図ありますので非常に分かりやすいですけれども、やはりこう何て言うんでしょう、カムチャツカ経由でこう入ってくるっていうことになりますので、船舶の何て言うんでしょう、修理ですとか補給ですとか、そういった意味での需要ということになりますので、稚内港の利用促進という意味ではですね、やはり稚内港の埠頭をですね、利用して何か海洋土木工事の資材を置くですとか、もしくは船舶の修繕するですとか、そういった形での利用が可能性としては高いんじゃないかというふうに思います。稚内としてはですね、やっぱり船で行かないと飛行機だと頭越しに行ってもらえるんで、船にこだわるということは言うとよく理解しました。斉藤さん、いくつか質問があるんですが、一番難しい質問からいきます。はい。ウポポイで、今いろいろ道北海道全体でアイヌのことを考えています。さて、稚内も結構アイヌの方々にとって重要な場所がありますよね。で、その辺のところはどういうふうに、博物館なり学芸文化として、見せていくのか、直接サハリンと関係ないように聞こえますが、サハリンと関係のある話でもあると思いますので、いかがでしょうか。はい、今ウポポイってお話出ましたけども、アイヌ文化の中でもいろいろ、例えばシラオイならシラオイの方、ビラドリならビラドリの方、上川なら旭川を拠点として、上川の方、たくさんの、文化があり、地域差があると思うんですけども、いわゆる、稚内のエリアだと、もともと宗谷、宗谷岬の宗谷がもともとの発祥地なので、宗谷アイヌという言葉で言われるんですけども、要は宗谷アイヌと、位置的にも関係の深いカルフトアイヌという関係というのは、非常にアイヌの歴史を考える上でも大事なことだと思うんですよね。ただ今のところはいろいろ、北海道は全般的にはアイヌ語の地名とかもたくさん残ってますし、また稚内っていう町の名前自身もアイヌ語から語源になっているように、アイヌにとってもゆかりの深い地域だとは思うんですけども、我々の博物館とか資料館ではアイヌ文化の、特にソーヤアイヌとか、そういうふうな方々が、残していただいた資料とかを一部展示しているような状況で、来た方々にはご覧になっていただいているのが実情だと思います。ありがとうございました。もう一つはちょっと細かいというか、そこに暮らしておられたという方がおられるのでお伺いしますが、樺太、特に豊原あたりの地図とか資料っていうのは稚内でも結構お持ちなんでしょうか。浪川というところにお住まいだったという方が、自分の住んでたところの写真とか地図がないかなとかっておっしゃってるんですけど、はい、ご質問、
はい、ありがとうございます。先ほどお話、させていただいたり、三谷所長の方からあった通り、まず豊原っていう町が、現在のユジノサハリンスクっていう町の名前になると思うんですけども、特に一番開けた大きな町ですので、我々の思っている資料の中でもやはり豊原出身者の方が残していただいた資料というのは比較的多いかなとは思います。で、豊原だと豊原の市街地が写されているというか、描かれている地図とかはいくつかありますので、ちょっとごめんなさい、勉強不足で、ご質問者の方からいただいた浪川という地名の場所自体はすぐ私の頭から出てこないんですけども、ちょっと、我々が持っている資料を、の中で浪川という地名を探してみてまた勉強したいなと思います。ありがとうございます。私も皆さんが喋っているときにパッと検索したんですが、北海道大学の方の北方資料館等にもいくつか資料があるようですので、ぜひ今はねこういうコロナの事情で学外の利用ができないんですけども、落ち着きましたら、北大の資料館博物館等もお使いいただければいいんじゃないかなと思います。さて、大きい質問というか、かなりこれもマニアックな質問なんですが、これについてはもうご本人から発言をしていただいた方がいいんじゃないかと思うんですが、北海道教育大学の武田泉さんという交通学の、専門の方がおられましてですね、私もよくわからないんですが、防波堤ドームが空洞になっていると、これ多分斉藤さんの質問だと思うんですけど、もちろん三谷さんでもお願いしたいんですが、地博航路がそもそも、再開されたらそこを使うはずだったんじゃないかと、それ行政の対応について何か知ってないかという話なんですが、武田さんもし聞いていたらトークをオンにしますんで、一言自分で説明していただけます？武田ですけれど聞こえますか？はい、どうぞ。はい、教育大 の札幌校武田といいます。いろいろお世話になっています。質問なんですけれど、今防波堤ドームってありまして、あれは北海道遺産とかになって、いわゆる多少、外形がですね、見てくれが、ちょっとグロテスクっていうか、ちょっと面白い形をしてて、デザイン的にいいってことでなってるんですけれど、あの防波堤ドームっていうのは本来何のために作ったかというと、その地博航路 その乗り換え施設として稚内桟橋駅っていうのを作って、 それを荒波から防ぐためにこう作ったというふうになんか言われてまして、で実際駅舎がですね、聞くところによると画像とかによりますとね、昭和40年代まで確か残ってたそうなんですよね。それで最後の頃はほとんどボロボロになっていたっていうふうになってるんですけど、確かに戦前というか、その外形はとどめていて、下にホームがあって上に登って待合室があってとか、そういうものが残ってたとかですね、それからその活動されていた当時には工藤さんというその写真家の方がよく訴えていらっしゃるんですけれど、日本食堂っていうね、国鉄のその全国の国鉄でその食堂が営まれていて、それの第1号店が稚内桟橋駅だったということで、非常に近代化が最も早くされた駅じゃないかということも言われていて、要するに今の稚内駅からずっと引っ込み線のようにその岸壁まで続いていて、で地下航路に乗り換えるときはもうそのまま列車を降りたらそのまま階段を渡るとその乗船口につながってたということがあります。それでもう一つあるのが、地博航路市っていう国鉄、日本国有鉄道の北海道支社が作った本がありまして、そこの中に出ている内容として、なぜ昭和47何年まで残ったかというと、その当時の国鉄は仮にそのもう一度地博航路を復活する場合にはあそこを使うつもりであるので壊さないで取っていくというような感じでどうやら言っていたっていうような、そういう一文がありまして、でそれをで確かに最後の頃はほとんど使われてなくてですね、ボロボロになってたってことで見てくるのが悪いから撤去しようっていうのは分かるんですけれど、その当時多分市役所だと思うんですけれど、どういう議論がされて単にやっぱり撤去すればそれでいいというふうに思っていたのいらっしゃったのか、それともなんか別な話とか、やっぱ保存っていうことになるのは
要するに、まあ、現代にならないと、とても保存ということにならないのかどうかとか、なんかそういうことについて何か、当時の何か、情報等がありましたけど。武田さん、ありがとうございます。さすが日本中の国鉄を乗り回し、サハリンの鉄道も乗り回している武田さんならではの質問ですが、斉藤さん、いかがでしょう。はい、武田先生のお答えになるかどうかも、ちょっとはなはだ不安なんですけども、一応今お話しいただいた通り、昭和40年代までは、防波堤ドームは残っていて、で、その写真というのは一部我々も持ってますし、我々の先輩というのが、ちょっと退職60代、70代ぐらいの方から来れば、よくあそこで遊んだんだよっていう話はよく聞かせていただいております。で多分40年代に市民、あと、武田さんの先生のようにいろいろなご活動されている方とかで、またうちの市役所とか含めて、市民含めて建造物をどうしていくかっていう議論が巻き起こったのは間違いないんじゃないかなとは思います。ただその我々の先輩というのがその時市民含めて市が、あとまた国が、下した結論というのは残念ながら、昭和40年代まで生き残っていた防波堤ドームもいろいろなコンクリート、まあ、わかりご承知の通り風も強い、港には、潮水というのか海風がとても強いエリアですので残念ながらもう老朽化が激しくて一部残したいっていうふうにいろいろ考えてたんですけど基本的には全面的に一回取り壊してその代わりといったらなんですけども昭和45年1970年に補修で昭和53年から昭和55年1978年から1980年かけて全面改修そしていろいろな日本のいろんなところの震災の経験を含めて平成9年から平成14年1997年から2002年まで耐震補強工事スパイラル構造というのか柱のところが倒れないような感じで補修してますし、現在も、改修工事が進められているようなところです。ですので、結果的に平成20年から今、岩瀬先生とか、サハリンに渡られた方はご存知だと思うんですけども、向かって、左側というのか、西側の方は、いわゆる利尻礼文が発着する、大げさな言い方で国内線みたいな形で右側の方には国際線のような形で新しい規格の船新しい船舶を海の深さとかも鑑みて新しいフェリーターミナルを造成してそちらの方で機能重視した国内線と 国際線の両方のフェリーが隣接した形で再開発を行ったという結論に達したということになると思います。ただ現在も北防波堤ドームでは、まあ、今年は残念ながらコロナの関係で開催できませんでしたけども全国の方から去年一昨年は平和マラソンという形で平和マラソンの発着の場になったりあといろいろ南中ソーランというような郷土芸能とかを発表する舞台のが近くの公園とかで作られて観光で訪れる方以上におそらく現在も町のシンボルとして残念ながら当時の負債というのかものを残すことはできなかったけども同じような形をした防波堤ドームが今残っているというのが現状になると思います。はい、ありがとうございました。ぜひですね武田先生交通学の専門家ですからぜひ武田先生の方からもですね稚内の新しいコンテンツ作りとしてご協力ご支援いただければと思います。どうもありがとうございました。はい、そうするとですねあと30分弱あるんです。質問をですねあと4つ5ついただいていますが、ここでちょっとスペシャルゲストを、お呼びしたいと思います。中京大学のですね、古川浩二さんがですね、今日スペシャルゲストとして参加してくださいます。古川先生はですね、ご承知の方も多いと思いますけれども日本の教会地域警備観光すべてについて、まあ、第一人者でもあります。古川さんどうもお忙しいところありがとうございます。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。それ研究室ですか。あ、はい、バーチャルじゃないですね。はい、バーチャルじゃないですよ。
いや、バーチャルじゃないですよ。バーチャルじゃなくて本物です。そうですか。いや、とてもあの整理整頓されていて、私の研究室とだいぶ違うなと思いましたけども。すいません、あの、なんかそれ説明しだすと、なんかオチとか言わないといけなくなって、あのいいところだけ見せてますけど、はい、簡単に自己紹介いただいて、今まであのお話聞かれたと思いますが、コメント等を手短にいただけませんか、まあ、質問も含めて。三谷さんも斉藤さんもどうもご無沙汰しております。本日はどうもあのご報告ありがとうございました。まあ、なかなかこういうコロナの時代になりましたので、ちょっとそちらの方にも伺うこともできず、まあ、どうなってるのかっていうところで今日はあのいろいろお話を伺いました。あの全般的にもうコロナになってしまいまして、まあ、私もそうなんですけども、みんなこう対外的にというところが外に出るというようなことが、まあ、なくなっていく中で、まあ、どんどん内向きになっている、まあ、そういう中で、まあ、これまでの稚内の取り組みについて、三谷さんには毎回宿題もちょっとやってないのであんまり言うとお叱りを受けるかもしれないんですけども、今日の一周遅れたっていう話はなかなか面白いなと思いながら、伺わせていただきました。で、その上で、まあ、お話伺ってて、もしかするとこの後のご質問とも関係してくるかもしれないので恐縮ですけれども、私自身、すいません、ちょっと自己紹介を言いますと、まあ、稚内あるいは対馬与那国に行きまして、今岩下先生と一緒にジェイブソンという組織でも活動してまして、まあ、国境地域を紡ぐというようなことで、まあ、研究しながら、まあ、実際の方々の意見も聞きながら、自分自身の研究も進めているわけなんですけれども、まあ、その上で質問なんですけれども、まあ、これまでの実績で、まあ、一周遅れでというような話もあったんですけれども、まあ、今後ですね、この、まあ、いわゆるそのアフターコロナ、まあ、コロナが沈静化してきてから、じゃあ、稚内としては、そのサハリン交流とどのような、ことをする、まあ、何らかのこう目標というか、なかなか今、船がない、まあ、ただ貨物船があるというようなお話もありました。そういう中でですね、今後、まあ、アフターコロナ、コロナが収まってきた中で、どういうことを、稚内としてやっていこうとされているのかと、サハリン交流。でですね、という点についてお聞かせいただきたいなと、思います。はい、よろしくお願いします。ですね、それに関連して質問が出てまして、一つは、今まで、まあ、いろんなことをやってられてるんでしょうが、サハリンに対して稚内から新しいビジネスの可能性みたいなのはあるのかないのか、どういうお考えなのかという質問が来ています。もう一つは、コロナが終わったら観光ということをまだやるだろうと。で、北海道がどういうふうに、まあ、サハリンに観光アピールをするかって話なんですが、まあ、特にその中でもやっぱ稚内をどう差別化して、アピールするかっていう、これも含めて今のご質問に、お答えいただければと思います。古川先生、どうもお久しぶりです。こういうことでもなければですね、いろいろサハリンだったり、あるいは稚内だったり、いろんなところでお会いする機会があったと思いますので、この場でありますけれども、よろしくお願いいたします。それでですね、今、岩下先生からも、まあ、古川先生からもですけれども、いろいろと質問いただきましてですね、ちょっとまたたくさんありますので、答弁漏れがありますと、また後で指摘させて、指摘していただければと思うんですけども、まずですね、今後、稚内がサハリンとどう付き合うべきかという部分においてですね、まあ、やはりとても大事だと思うのは、もう今年2020年なんです。この2020年というですね、現状においても、まだサハリンの現状というものが正確に理解されているかというと、まだそうではないという部分があると思います。どうかすればですね、まだ大いなる田舎みたいなですね、形の印象しか持たれない方も中にはいらっしゃるのかなと思ったりもしますよね。そこで、まあ、私のパワポの資料でもあったんですけども、まあ、北海道、まあ、日本ではなくて北海道って言いますけども、北海道に住んでいる方の考えるサハリンの印象と、あと、まあ、あるいは北海道側の考えとですね、サハリンに住んでいるロシア人の考え、向いている世界というのはまた非常に違うのかなというふうに感じております。例えばどうしてもですね、日本人、北海道の方というのはサハリンについては旧カラフトという観点での研究ですとか思考というものが非常に多くなりますけども、
サハリンはそうではないですよね。サハリンに住んでいるロシア人の方というのは、そこ島ですけども、ロシアは大陸国家ですから、見ているところは非常に全世界的です。例えば、生徒の進学にしてもですね、学校を卒業した後は、例えばウラジオストクなり、モスクワ、ペテルブルクに進学すると、その後はヨーロッパに行く、アメリカに行くという中で、非常に全世界的な視野で物事を考えているというのが、サハリンの地域だというふうに思うんですよね。それについては、事務所長の私としてもですね、まだまだその情報発信が足りないところなのかなというふうに考えております。で、やはりですね、今後の方向性ということですけども、サハリンの先に何を見るかということになると思います。やはりですね、極東沿海地域、特にウラジオストクからさらにシベリア、ヨーロッパまでを意識した上での交流を進めるということになると思います。単純にビジネスという意味ではですね、一朝一夕に行く話ではないですけども、市場という意味においても、サハリンからその先を考えるということは、非常に大事な点じゃないかなというふうに思っております。そして、特にその、チャーター船の貨物、貨物航路のお話がありましたけども、やはりその稚内におけるメリットという意味で言えばですね、食品の輸送というものは非常にメリットがあるなと思っています。時々新聞紙上でも取り上げられますけれども、ユジノサハリンスク市である行われている物産展なんかもですね、これは過去ほとんど稚内港から北海道の貨物を集めて物を輸送しているというような形になっておりますよね。当然サハリンというのはただ市場が小さいですから、単純にロット数がですね、多くなりませんので、そう考えるとどうしても諸経費を考えると価格が高くなるというのは仕方がない面があるんですけども、そこはさまざまな工夫の仕方というものがありますので、やはりそのサハリンに住んでいる方というのはですね、北海道産のもの、要は何て言うんでしょう、北海道から来たものとして、差別化したいっていう考えもありますので、パッケージを工夫するですとか、食品についてはそのどういうふうに提供するっていう部分のですね、料理の仕方、プレゼンの仕方も含めて、ソフト面も含めて PR していくというような形が今後は求められるということですよね。先ほどサハリンはもう田舎じゃないという話はしましたけども、単純に日本製品だから売れるという時代もとっくに過ぎていると感じております。日本製品に高品質、高くても売れるということではなくてですね、基本的には価格勝負となってきますから、それは国内の立ち行きと同様ですね、商品にさらに付加価値をつけられるような仕掛けが必要というふうに考えています。でもう一点、今度は逆にですね、サハリンから北海道に来る観光客ということになりますけども、それもそれぞれ人それぞれな面がありますけども、私の印象としてはですね、一点だけ、個人旅行の方とは別にしてですね、例えば団体のツアー客をロシアから北海道に入れるとなった場合ですね、やはり食べ物ですよね。日本だと例えばその地酒なんかもあれば、地名出すと旭川とか増毛とかも地酒もあったりとかして、そういった試飲ですとか、あとはさくらんぼ狩りだとか、なんて言うんでしょうね、そういうアクション系ですよ。何かをやってさらにその後飲める、食べることができるっていうですね、こういうものがついているようなものというのは、団体の仕掛けとしては非常に有効かなっていう私の印象ですよね。とりあえず回答としてはそのような形で考えております。ルカさん、三谷さんには何かご質問ありますか？はい、斉藤さんですか？ごめんなさい、斉藤さんです。失礼しました。はい。稚内の方では、すみません、稚内樺太資料館等 の、 ご説明もありまして、他方で本体の方が報道で亡くなっていくと、閉館した、一部は動いてるから、まだ資料館もあると思うんですけれども、あるいはそのなかなか、北の桜森でしたっけ、映画で。出ていたなんか馬鹿駅ですよね、なんか今、続けるのか続けないのかと、非常に、ああいうところがもしかすると、まさにサハリンから逃げてきた人たちの映像というか映画のワンシーンで出ておりましたので、ああいうところもなんかそういうもうちょっとなんかストーリーっていうのができないのかなと、その北の桜森に乗せてやるのか、もう少しそれ以外に行うのかっていうようなところでですね、なんかこう、よく我々の仲間である伊豆ボーダーツーリズム推進協議会の会長の伊豆
さんがですね、よくストーリーを作るというような話をされるんですけど、まあ、そういうこう歴史的なそういう資源があるというところは非常に今日のお話でもより深く理解できたんですけれども、そういう中でなんかこうストーリーを作っていくっていうところがさらにもう一歩進めるとしたら重要になってくると、私は考えるんですけれども、その点に関してどのようにお考えかをじゃあお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとその前にですね、斉藤さんへの質問がいくつかありまして、一つはサハリンにいろんな博物館等がありますよね。それと稚内の方で一緒に共同研究なんていうのはしてるのか、あるいはこれからすることがあるのか、もう一つは民間との文化交流、それからまあ青少年交流も含めたそういう活動について教えてほしいと。これも合わせてお答えいただけませんか。はい、岩下先生、古川先生、ご質問ありがとうございます。ちょっと先に、岩下先生からご質問していただいた点に関して、サハリンの博物館と何か交流がないのかというご質問だったと思うんですけども、先ほど私2015年にアインスっていう船に乗ってサハリンの方に行かせていただいたっていうのも、一つ実はそういう授業の一環で行ってまして、でその前年にネベリスクの、さっきちょっとスライドで出させていただいた博物館がもともと、まあよく日本でもあるケースですけども、もともとのネベリスクの庁舎を利用して博物館にリニューアルをしたと。でその時のオープンセレモニーには私は参加する身分ではなかったんですけども、今の、市長である工藤市長が、当時おそらく2014年になると思うんですけど行ってきて、でいろいろやったと。でその時にネベリスク側の方から何かそういうふうな交流化したいっていうふうなお言葉をいただいて、私2015年に行ってきて、まず手始めたらおかしいですけど、現在の、稚内のいろいろな写真とか、どういう写真がもし我々が持っていて何か交流できないかということで、お互いの写真、町のこととかをちょっとでも、市民の、我々で言えば稚内市民にネベリスクの町のことを知ってもらおうというようなことで、いろいろ、考え、我々としては今の稚内っていうのはこういう町なんだよっていうのを、説明するような事業で、何枚かちょっと、A3 のサイズにプリントアウトした写真を十何枚とか持っていって、お互い展示させていただいたような事業をしました。でネベリスク側の方はその年のたまたま文化交流ということで、管楽器の、演奏会みたいなのを長年稚内とネベリスクでやってるんですけども、その時は2015年は図書館の方にその、楽団の方がやってきて、市民の方々に演奏をしていただき、またその時には図書館のホールで現在のネベリスクみたいな感じで写真展をやったりということで、まだまだ草の根というのか大きな事業ではないですけども、博物館との交流、また民間とか文化的な音楽とかも含めた交流っていうのはまあ、どちらかというと教育、私がいる教育委員会というよりは三谷所長が属している部署を中心としていろいろな事業をやっているということを、私らは捉えております。また古川先生の方からご質問があった、例えば吉永さんが出た北の桜森とかそういうものでもっともっとストーリー作りをしていかなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうなお話ですけども、またそれの素材というわけではないですけども、カラフトの引き上げた方々からいろいろな我々聞き取りをできるのも本当にもう戦後75年経ってますのでギリギリの段階だと思うので、まずそういうふうな基礎的なことをアーカイブ化っていうのを進めていきながら、実はまた北の桜森の、ご覧になった方はご存知だと思いますけども、唐雲引き上げ船を、降りたから主人公たちのご一家は助かったわけで、実はあれは大宝後期昭和の大横綱の大宝のストーリーをなぞらえて作ってる部分があると思うんですよね。そういうふうな北の桜森とかの素材になったようなそういうふうなバックストーリー、伊豆さんとかがおっしゃって、古川先生がおっしゃっていたようなストーリーっていうのを我々の方でまずは根っこの部分、実際に住んでた方からそういうふうな文献というよりは聞き取り調査とかそういうのも含めて、またさらに文献とかでも調べていろいろなストーリーというのを今いろいろ集めてるったら失礼ですけども、構築しているような段階ということです。はい、青少年交流っていうのは何かやってます？はい、みたいな
はい、私の方からお答えさせていただきます。サハリンとのですね、相手の青少年交流につきましては、稚内市がその友好都市でありますですね、ネビリスク、コルサコフ、そしてユジノサハリンスク3市との間の交流をメインに行っております。その中でもですね、特に私がサハリン化に来る1年前からやっておりますので、2012年から継続して行っているのがですね、青少年のホームステイですよね。高校生の交流なんですけども、稚内市内の高校生と、あとはそのサハリンに住んでいるロシア人の高校生ですよね。それをまあ、フラハク程度ではありますけども、お互いの家にホームステイさせて交流を深めるという事業をやっております。これはですね、非常に効果があります。まあ、先ほどもありましたけども、例えばその稚内でですね、やはりそのサハリンどういうところかっていうのは、学校でまあ斉藤学園にもご助手かと思いますけど、教科書とかに説明はしているんですけども、サハリンの印象は何かっていったときにですね、ほとんど真っ白、イメージがない状態でサハリンに行くんですよね。で、行った後にびっくり仰天します。こんなところだったのっていうことで、そしてロシア人っていう人たちの人の優しさと、あとはそのなんて言うんでしょう、街のエネルギーに圧倒されてですね、行く前と行った後、もうこれは毎年思いますけども、完全に別人になって戻ってくるというような状況ですよね。で、そういった方々がですね、あとは卒業した後に、例えばロシア語を学びたいという方もいらっしゃいましたし、あるいはサハリン化にインターンシップで学びに来るですとか、あるいはその後そのサハリンに、語学の短期留学に行くとかということでですね、私と非常にサハリンとかロシアに対する理解の強いサポーターになっていただいているなというふうに感じておりますね。あとはその文化交流以外のスポーツ交流ではですね、例えばそのバイオリンといったようなその楽団の招聘ですとか、あるいはスポーツですと野球や剣道というですね、まああまりサハリンでそういうスポーツやってるという印象もないかもしれませんけども、実はそういった団体もございましてですね、非常にありとあらゆる文化交流を進めているというような状況ですよね。そろそろ終わりの時間気になってきたんですが、2つ質問が残ってまして、これが何というかとても大きい質問なので、古川さんも含めてお三方答えられる範囲で結構です。1つ目はですね、まあ、サハリンの自治体、まあ、これは特に三谷さんなんでしょうが、町づくりとかどういう感じでやってるのかとか、政治はどうなってるのかっていうようなご質問。もう一つはですね、これが、まあ、あなた方北方領土問題どう思いますかと、稚内の人はと、私は代わりに答えたいような質問で、古川さんが多分言いにくいことは古川さんが言ってくれると思いますんで、手短に一言ずつ答えられる範囲で結構です。お願いします。じゃあ今度は斉藤さんからですかね。はい、そうですね、サハリンの自治体、まちづくり、ごめんなさい、サハリンの自治体のまちづくりをやっている、ご質問の趣旨、ごめん、もう一つ、もう一回復習させていただいてもいいですか。ですね、これちょっと待ってくださいね。Q&A で来てるんですけれども、ちょっと待ってくださいね。町づくりの観点からお伺いします。市で働く三谷さんや教育に携わっている斉藤さんから見て、サハリンの自治体で町づくりにおいてどんなことが重視されていますかと、例えば市ではどういうことを言う政治家、公約を掲げる方が受けるのか。まあ、政治的なこととか、まあ、ちょっと広い意味では三谷所長の方からコメントをお願いするとして、文化的なことで言うと、さっきもちょっとお話ししたんですけども、非常に例えば少なくともネベレスクという町では、稚内との交流とか非常に大事にしてるっていう印象もありますし、あと大体その文化行政とかに、私が行った場合には文化行政の担当官の方々とかが来るんですけども、皆様役職がついてる方も、まあ、諸外学はそうだとは思うんですけども、女性の方々で優秀な方々が非常に熱心に、先ほど三谷所長からお話しあったような、例えば弦楽器なり管楽器なり文化的なこととか、あと、博物館学なこととかも非常に熱心にそういうことでやってるので、そこら辺というのはおそらく日本という国よりは、ロシアという国はそういうところのが、文化的なレベルというのは非常に高いなというのを私自身は、感じているところです。
あと北方領土問題というちょっと難しい問題だとは思うんですけども、稚内は、まあ、根室と私も博物館のことで言うと根室の方の学芸員さんとかいろいろお話ししたりとか、あといろいろ根室の活動とかも気をつけて見てるような形にはしてるんですけども、やはり稚内、まあ、答えにはなくないと思うんですけど、稚内にはサハリン科という科があって、そういうふうな三谷所長を中心に通していろいろな諸外国との文化的な交流とか、そういうことをいろいろ私自身も行かせていただいたりして、いろいろなことを実践しているっていうフィールドと、なかなか根室という町の職員が実際にそういうふうな所長とかで北方領土の方の、町に行って赴任してっていうことがなかなかできてない状況を見ると、ちょっとそういうところはまあ三谷さんの言葉を変えると一周遅れのトップランナーかもしれませんけど、そういうところは一歩前進してるなっていうような感覚ではいます。斉藤さん、もう一回回す時間がないんでこれが最後になると思うんで、はい、最後言い残したこともついでに一言あれば言ってください。さっきというのは、いや、もうこれが多分最後の一回になっちゃうんで、もし言い残したことがあるようでしたら、なければもうそれで構いません。そうですね、ボーダーツーリズムとかいろいろな展開というのを今後ともいろいろ先生、岩瀬先生とかちょっとやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。三谷さん、答えられる範囲で答えてほしいんですが、多分ラペールズのことも少し言わないと収まらないと思うんで、それも含めて最後の一言お願いします。そうですね、まあ、ラペールズまでいる時間があるか分かりませんけど、まずですね、実は非常に面白い質問だなと思ったんで、まちづくりについて私の方からですね、回答させていただきたいと思います。何かロシアというとですね、非常にトップダウンな印象を皆さん持っていると思います。例えばプーチン大統領からですね、何でしょう、各州政府そして自治体に至るまで何か非常にトップダウンで物事を決めてしまうと、住民の意見聞いてるのか聞いてないのかっていうふうになると、あまり聞いてないじゃないかっていう印象を皆さん持たれているのかなというふうに思います。それで私もですね、そういうふうに多少思っていたところあるんですけども、これはネベレスケの事例ですけども、向こうの行政の方々とお会いした際にですね、向こうではその確かイニシアチブ制度、イニシアチブですね、イニシアチブ制度というものがございまして、それは市民の意見をまちづくりに取り入れる制度ということなんですよね。例えばネベレスクですと、都道が環境を知るんですから、都道を見る展望台を整備するですとか、周辺の汚いトイレを整備するという部分については、行政ではなくてそこに住んでいる町の方がですね、やってほしいことをまず集めてですね、それを投げかけるんだと。で、投げかけるのは単純に行政だけに投げかけるんではなくてですね、広く何かインターネットみたいなところで周知して、各自治体で人気ランキングをつけると、要は整備すべき、これを進めるべき事業の人気ランキングみたいなのをつける、上位については国や州政府レベルでですね、予算付けを下げると。そういう形でネベレスクの街中の例えばいろんなですね、整備については、そういった形で町民自身が決めてやってるんだと。何も別にその市長なりをですね、市の幹部が決めてやってるわけではなくて、そこに住んでいる住民自ら直したいところを言ってやってるんだというような話を聞いたのがですね、非常に印象的だったというふうに思っていますよね。で、あと、北方領土のことについては私の方からコメントはいたしませんので、そこは専門の岩下先生、そして古川先生の方にお任せしたいというふうに考えております。で、ラペルーズについてはですね、またの機会にしたいと思いますので、ラペルーズってのは何なのかだけ一言言ってくださいよ。はい、そうですね、ラペルーズというのですね、なんて言うんでしょう、18世紀のフランス人航海家の名称なんですけども、稚内とサハリンとの間の海峡、日本では宗谷海峡と言われておりますけども、欧米ではラペルーズ海峡というふうに呼ばれておりますよね。で、そのラペルーズ海峡という名称の元になったフランス人航海家の名前です。そしてそのラペルーズを検証する記念碑というのが稚内のですね、宗谷岬平和公園にもあるということで、今このラペルーズというものをキーワードにしてですね、ラペルーズの寄港地は世界中にございますので、その寄港地が結びついた世界的なネットワークも徐々にできてですね、稚内もそういった枠組みの中でですね、新たなボーダーとしての取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているということです。まあ、我々宗谷海峡と言いますけど、世界的にはラペルーズ海峡で、はい、稚内が世界にこう広がっていくのに一つ大きな試み、もちろん地元の名前も大事ですが、そういうことでいろいろ作っていきたいということです。じゃあ時間がありません、古川さん、北方領土のことを一言だけ。
まあ、本当は岩下先生がお話しされたらいいと思うんですけども、じゃあ代わりに、ただこの稚内とサハリン交流のに関して北方領土問題が、まあ、影というか、まあ、悪い影響を与えたということは間違いないと、まあ、サハリンプロジェクトに携わっていた方から聞いてますと。でただその北方領土問題がじゃあ解決したら稚内とサハリンのが非常にじゃあ活発になるのかという点に関しては、実は本当、すみません、ちょっと頭が冴えなかったので、最初に質問したらよかったので、また今度お会いした時でもいいんですけども、先ほどその貨物の話で、どんどん農産物を輸出するというような話もありましたけれども、まあ、その裏で、ロシアの通関ですよね、ウラジオストックは非常に進んでるけれども、コルサコフは全然進んでないので、なんかこういろいろそういうところが制約になってて、結局、送ろうと思っても送れないというような話を聞きましたので、聞いたこともありますので、だから単にその北方領土問題が解決したからといって、じゃあ、稚内とサハリンの交流というのがどのぐらい活発になるのか、思ってるほど本当活発になるのかなっていうところは、まあ一つ考えるべき点だと僕自身は思います。だからつまり国境問題は確かに北方領土問題ほどのものがないとしても、稚内とサハリンの間にもあるというようなところはやっぱり認識すべき でそういう中で先ほども三谷さんの方からどんどん、サハリンは発展しているという話がありました。私2015年に行ってからもう見てないのでもう そちらの方は三谷さんの方がおかしいと思うんですけど、そういうどん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 発展していく中で都会になれば多分その通関もうまくいくよねみたいな話もありましたので、まあ、すいません、なんか最後言いっぱなしになって恐縮ですけど、そこはそういうところをがどうなっているのかなというところのに左右されるのではないでしょうかということですね。であとすみません、1点だけ、あともうすぐ終わります。斉藤さんの方から、まあ、ストーリーをこれから作っていくっていうような話もありましたけれども、まあ、なんかこうなかなかこう行政がストーリーをじゃあ作るとうまくいくのかっていうところもなかなか難しいところもあると思います。実際アイヌだったらゴールデンカムイが出たりとか、最近対馬だったらゴースト・オブ・対馬がなぜか流行ってると。まあ、ただ、ゴースト・オブ・対馬に関しては、そういうやっぱり海外に発信してたっていうこともあるので、そういう海外に向けてのストーリーの発信というものも重要になるかなと思います。すみません、ちょっとオーバーしちゃいましたが、以上です。はい、ありがとうございました。まもなく締めに入ります、6時になりましたが、業務連絡です。次回ですが、12月16日。今日古川さんの方から名前も出ましたが、ボーダーツーリズム推進協議会で、会長でもありますが、まあ航空業界ツーリズムの生き字引とも言える伊豆さんとですね、コロナ対ツーリズム、いやもうこれはもう聞き逃せないような今テーマになってますが、これをやります、この案内につきましては、2、3日後ぐらいからホームページ等でやりますので、どうぞお申し込みください。今日は長時間1時間半、ウェビナーで1時間半というのは長い時間なんですが、60人ぐらいの方ご参加いただきありがとうございました。私最後一つだけ言いたいことがありまして、最近スラブ圏はですね、科学アカデミーロシアのシベリア支部と協定を結びまして、つい先週ウェブ会議で、まあ、モスクワから、日本までつないで、もう中国とか、韓国人の方もいました。その中でシベリア支部というのはノボシビルスクという札幌の友好都市なんですが、そこのメインスピーカーが北アジアが大事だっていうんですね。北アジア、北東アジアと。で、北アジアの写真地図がバーッと出てくるんですよ。その中に中国東北三省が入ってるんですね。遼寧省とか黒竜江省とか吉林省。ところがですね、サハリンと千島が入ってないんですよ。自分の国なんですけど、サハリンと千島は、まあ、クリルは、北アジアに入っていないと、それはまずいんじゃないの、あなた入れなさいよと言って、私そこのプレゼンはですね、地域から変えるというので、今はやってないんですけどと言いながら、稚内とサハリンのボーダーツーリズムを紹介させていただきました。で、言いたいことはですね、カラフト、まあ、今サハリンですけど、それから北海道、特に東北の方は、こういう言い方は申し訳ないんですけども、東京とかモスクワとか、あるいは札幌でもノボシビルスクでも、どうしてもちょっと忘れられてるとは言いませんけど、なんとなくこうぼーっとしてる地域だと思うんですね。そういう意味では稚内の方にはぜひサハリンと組んでですね、東京とモスクワに地域としてこんなに大事なんだというのを発信していただきたいなと今日改めて思いましたし、そのポテンシャルもあるし、リソースもあるし、人材もいるということが今日
確認できたと思います。3分ぐらい過ぎてしまいましたが、今日はあの視聴者の方、それからパネリスト三谷さん、斉藤さん、それから飛び入りサプライズの古川さんも含めて、またあるいは皆さんから見えませんが、このバックパネルの後ろの方でずっと後ろでコントロールしてくれているうちの、まあ、助教のも含めてですね、お世話になりました。ありがとうございました。また次回12月16日、次はコロナ対ツーリズムでお待ちしております。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でございました。